じゃあスミレをねやっていきますと、で僕の場合マテリアルは特にね使わないで、まあ普通にエナメル塗料を薄めます。で今回グリーンと茶色なんで、まあ、茶系の茶色っぽい色、あまり濃くしたくないんで、ジャーマングレーとフラットブラウン、使います。これ使ってみて明るいようならちょっと黒フラットブラックだけ混ぜればいいだけなんで、なんだっけマテリアル系のなんかね、ああこれここのカバーちょっと色変えたいな、ちょっと薄いかなこれは、どうかな、もうちょっとこれじゃあ濃い、このシンナーがプラスチックに、エナメルの薄め液がプラスチックにあまり良くないらしいんですよ。でタミヤのあの筋彫りかなあれおかしいね、アクセントカラーって名前があるんだけど、アクセントカラーではググって出てこない、タミヤ筋彫りカラーとパネルカラーラインカラーとか、なんかそんなのパネルライン筋彫り用塗料だっけ、まあどうでもいいんですけどね、まああれはまあいい色じゃないかな、プラを沸かしにくい溶剤を使ってるっていうことで、ああいうのがおすすめなんですけど、どうしても色の調整限界があるのと、まあ、僕も最近そういったマテリアルの存在っていうのが、まあいろんなね、まあ模型戻ったばっかだから、戻ったばっかってもう2年だろう、で、いろいろ買ったんですよ。マテリアル、洗車用に。まあ、これですね。ウェザリングマスターと。で、まあ、筋彫りあるから筋彫りやんなきゃなって買ったのが、ミスター、ウェザリングカラー、これ違うだろ。これ、フィルタリングでしたね、これは。これ3色も買っちゃったよ。なんで、もう、従来通り、これ使います。自作の筋彫りカラー。割れる割れるとは聞いてるんですけど、割れた試しないんだけど俺。ただもしかしたらね、下、一番下に必ずプライマー使ってるじゃないですか。あれで円が切れてるんじゃないのかなと思うんですよ。やっちゃいます。そのうち気が向いたらああいうのもね導入しようかなと思っているんですけど、これ星の裏全然色塗ってないでしょ、こうやって見ると全然気にならないんですよ。これまあざっと塗っていって、もう乾いたら舐めるシンナーでこう伸ばしながら押していきますこれこの補修用のサイトの両側に左右に
取ってっていうか、あのカンフラジオのネットフック引っ掛けるところ、あのモールドでこうちっちゃいのありますよね、こういうちっちゃいやつ、こういうやつなかったんで追加したんですけど、量が一個ずつどっか飛んでっちゃってます。落としてみますか。これで、よいしょ。ね。すね毛しませて。筋彫りの外にはみ出したところを、こう他の部分に伸ばしていくような感じですね。まあ汚れを広げるというか。でこう雨の流れる方向にこう伸ばして、ただもう砲塔の上なんで水平なんで、マイクフォークでもいいんですけどね、別に。あの低い方に低い方に。まあ、ここなんかは上に向かって登ってっちゃいけないんで。こいつの塗装ですね。メタルブラックに艶消しを筆でいきます。筆で、で玉入れる箱とか薬莢を入れる袋とかはカーキのね塗装指示なんですけど、どうも写真見ると茶色なんですよ。なので茶色でいきます。そこはだから塗らない。エアブラシ拭いた時の色ですね。手が震えるのはお尻だからです。やばいな、今日調子悪いな。なんだろう、なんでこんなに手震える。見えてないから。
一応その下にもあるんだな。でもいいや。ああまた塗りすぎちゃった。これじゃあまあ。一応下側にも放熱の穴はあるっちゃありました。で、下までは、下の方は暗くしときたいんで、あれです下地の黒サフそのままにしておきます。で、ここに焼け鉄があるんで、これをちょっとこの辺にポン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 と、あまりわかんないかな、小さなこだわり。ドライブラシは、こんな蓋の上にシンナーを一滴落としてやって、フラットアルミです。これフラットアルミ見えてたかな。塗料がキッチンペーパーつかなくなるまですり込んでやって、メタル色塗ったとこだけ抜けちゃいました抜けちゃいました。この状態、ハッチとかもね後でつけたんでまだ炭入ってないですよ。そっか、ここどうしようかな。左右立体外側ですね。スカートの部分、一応白を光の当たってるところに、でここにラバーブラック、自作のラバーブラックを、実際ね結構ツヤがあるみたいなんですよ。で結構なんか汚れてるからかな、赤っぽいところに赤っぽく見えたりしちゃってたんで、多分まあイメージ通りにできたのかなって感じです。こんな感じの、ムラムラ加減ですね。ムラムラ加減、光が当たっているところと、まあちょっと影になってると。一応ね上から白やったでしょ。で黒を拭くときは下から拭いて、そうするとまあどこが黒いのかって見えてくるので、そこを集中的に入れたような感じですね。あとはここの際の部分、横一線という感じです。じゃあこれ墨入れやっちゃいますか。前のフォートの時と同じような感じで、墨入れ塗料やっと届いた。タミヤのダークグレー、ダークグレーどうかな、ちょっと色味が違うんですね。やっぱり冒頭で使ったイメージと、
あ、匂い、なるほど、しないな。あ、なるほど、これはハマるわ、使いやすいわ。そういうことね。スーッと入ってくもんね。さすがタミヤ。これに茶色とか混ぜるとどうなんだろう。まあこれあの原用機用にダックグレー買っただけなんですよ。黒はねどうもちょっと好きじゃないんで。ああ、でもちょっとイメージより黒いな。でも残らない、周りに残らない、あんまり。あ、残るか、どっちだよ。周りに漏れたやつが消しやすいわ、多分。薄いのかな。あ、でも そうでもないか。でもなんとなく違いますね、こっちの方が掃除が綺麗だ。あ、色の具合ほぼ同じですね。あ、こんなもんか。一緒だな。一緒くらいだな、やっぱり。まあ、あといちいち作る手間がなくて楽ってのはあるかな。300円、300円。価格的にもあまり変わんないか。ね。はい、墨入れ終了。拭き取りも終了です。まあ、さっきより、まあ、なんていうの？ウォッシングも含めて、兼ねてやってるんで、若干しとりダークな感じになったんじゃないのかな。このハチのこの、ま、キューポラのこのぐるり一周はなんかゴムっぽいんだけど、写真見ると。多分ゴムだと思います。もうめんどくさいからこのままでいいや。めんどくさいからいいのかそれで。あ、ちょっともうちょっとハッチの長部をねもうちょっと綺麗にしたいな。ティッシュはダメです。本当はダメですよ、ティッシュ。ティッシュはね、カーボン含んでるんで、変に削れてっちゃいますから。こんな感じかな。こんな感じです。とりあえず終了。じゃあ次は下回り泥汚れ。やってみますか。